アレーニア・アイルマッキ三 M-345 フレッチェ、トリコローリ M-345 は、イタリアのアレーニア・アイルマッキ社が開発した、ジェット練習機。旧アイルマッキ社の参加に入った試合マルケッティ社が、以前に開発した S-211 の発展型で、当初の名称は M-311 だった。M-311 は、2004年7月に、 S-211 の近代化改良発展型として発表され、S-211 のデモンストレーター機を改造して作られたデモンストレーター機は2005年6月1日に初飛行した。機体は主に電子機器の一新が行われており、コックピットはヘッドアップディスプレイや3機のカラー多機能ディスプレイを備えたグラスコックピットとなった。機体フレーム自体は S-211 S とほぼ同じだが、エンジンは、各種機材の搭載、拡張による重量増に対応するため強化系を採用している。翼下に4つ、胴体下に1つハードポイントを備え、並走管理システムのオプションを取り入れれば、軽攻撃機としても使用できる。2012年からは M-345 ヘッドと、名称が変更され、搭載エンジンも、 ウィリアムズ FJ44 から 4M に変更された。2013年6月にイタリア空軍と開発契約を結び、2017年末から5機の運用が始まった。2019年にはイタリア空軍が追加の13機と地上訓練のシステム5年間の平坦支援業務を3億ユーロで発注した。 イタリア空軍は137機のメガバイト3 3 9を45機の M-345 で、代替し、極技飛行隊、フレッチトリコローリの機体も M-345 で更新する予定である。航空最新ニュース海外軍事航空イタリア空軍が M-345 練習機を追加発注、航空ファン通貫801号分輪道。 P113 から114、ありがとうございます。